散々利用されやがってブルル。私は被害者だよ。兄ちゃん早くぶっ飛ばしてよ、あいつら全員。出てこいベッジ麦わら。うっベッジ、クソあのババア、ビッグファーザーもそんな額は持たねえな。早いとこ逃げねえとまずいが。俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくる。ダメよルフィ、私たちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょ。サンジ君の家族を救いたいって望みも叶った。応戦する暇があったら脱出する策を考えるの。一つ答えろサンジ、なぜ助けた。まんまと敵の罠にかかった憎き仇の我らを。父親が悲しむ。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。だから認めろ、お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よくわかった、約束しよう。もうお前にもイーストブルーにも近づかん。ギャングベッジ、門を開けろ。お前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。よし、時間稼ぎなら俺も。いいんだルフィ、出来損ないに仮など作らない。あいつらなりのけじめだ。分かった、行くぞ、作戦開始だ。出てきたね。俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。よっしゃ、さっさと抜けるぞ。足が勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。よし、そろそろ来る間な。ビッグファーザー解除。くそ、この辺でいいだろう。出ろ、おめえらとはここまでだ。俺は勝手に逃げさせてもらうぜ。追ってか。ここからは二手に分かれよう。俺はビッグマムを引きつけながら行く。それじゃあ私はお尻を押さえて別の道から船に向かうね。では私とチョッパさんはカイロからサニー号に向かいますので。気をつけろよみんな。ありがとう、助かるよ。ジャストピストル、
パすんじゃねえ。そう。ジェットピストル。ジェットピストル。ちぇ、逃げなきゃやべえってのに、てめえら邪魔すんな。ジェットピストル。仕方がない。全員撤退だ。ジェットピストル。辛い。なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか。これじゃまずい。こうなったら一か八か。ママ、実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。そうか。あいつらが。この森、そいつらを止めな。嘘、閉じ込められた。誰か助けて。ひどい目にあった恨み、今ここで晴らす。せいぜい苦しみな。ママは麦わらたちの方に向かったか。今のうちに。ジェットピストル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 。くそ、ビッグマム。やるしかねえみてえだな。見に来ただけだ。いいだろう。やる気なら相手になってやろう。
しばらくはビッグマムも。みんな、サニー号よ。雷にやられたのお前たちではなかったか。お前ら、ここは俺に任せて船を出せ。でも、レッドリー。俺がいる以上、
出航などさせねえ。船はなし。この船の船長は俺だ。ゴムゴムのエレファントガン。別れろ。なぜそこに。みんな必ず戻る。あとは頼んだ。ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。なんちゅう船じゃ。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか？誰か答えろ。ルフィ、無事なの？まだ船に鏡があるだろ。男部屋とか風呂場とか全部割れ粉々に。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強いやつが目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな鏡を割って、船の中にある鏡全部。だけどそれじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい？船長命令よ、急いで。鏡を割られたか。確かにこれでは船に照らしておきたい。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。うせ、うちに負けるか。落ち着け。ラウンドマン。ルフィ、聞こえる？何？そっちはどうなってんだ？私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね？わかった。ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。どうやらその状態長くは持たんようだ。ジョーカー、ギアフォースの時間切れか。逃げるぞ。なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。覇気なしじゃ絶対かなわねえ。え、ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ。大
一体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。へっへっ、バカに見えて戦闘のことには頭が回るのに。でもそれじゃダメだ。剣軍職、武装職、覇王職、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。うん、だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。おう、望むところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答える。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。こいつだんだん俺の見聞色に近づいてきて。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのはうちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけだ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところでお前が勝てる道理はない。覇気は一戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち。何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。
少し違うようだ。さっきより速い。様のあの口は呪いでもかけられているのか。化け物みてえだ。さっきまではすまなかったな、麦わら。俺はもうお前を隠したとは思わねえ。本当か、嬉しい、ありがとう。でも勝つ。どうなつ無駄だ、無駄だ、落ち着け。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし、行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だな、サンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たち、ジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おい、サンジ、サン、最後に一つだけ
お願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。